特報、和歌山ヒソカレー、あの事件から23年。品川駅の新幹線乗り場です。いらっしゃいましたね。あ、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。またいらっしゃいましたね。東京、林真須美死刑囚の息子が2年ぶりの上京。電話来ました。その理由は、あ、電話来ました、はい、あ、戻ります。アメマ TV 豊沢大統領の出演、刑が執行ということになってしまうと、よかったんだろうかこれでっていう、もし中止になった場合、もしかしたら執行がっていうところを危惧したりして、再審請求受理の喜びから一転、実の姉の家族が心中という信じられないニュース。母親の再審と長女の件が一緒に乗ってるってことに驚いて、はい、果たして僕が面会に行った時はもう顔も青ざめていて、はい、彼女は守ってあげれなかった、独居房に入っているんで何もできないっていうのに悔しさみたいなのを話してましたので、うん、本当に犯人なのか。密着ワンデイにて近日公開。